コロナ禍のため約4年ぶりとなりましたタイ旅の始まりです。だいぶねホテル事情も変わっているので、今回の滞在も、どんどんと宿を変えていってお気に入りを見つけたいと思っております。その初日の宿として予約したのが、まずは定名カフェまで徒歩で行ける立地っていうのが第一条件でした。アトラスバンコク。ただ私のようなね貧乏旅なんで、もう三つ星クラスなんて泊まれません。あくまで格安ホテルを転々とするそんなバンコク生活になります。ここもそうですね。あとここのホテルを選んだポイントは、もう奈良駅からすぐの立地でした。なので夜遊びするにもめっちゃ便利ですね。地図で示すとこんな感じ。奈良駅北側は徒歩1分程度でたどり着けます。奈良駅のねホームから見るとこんな沿い路地に位置しております。ここの路地はねだいぶエロいマッサージ系もいっぱいあってね、もうここ通るにはめっちゃ呼び込まれますけどね。このアトラスって名前のホテル見えてますね。宿泊お値段はもう1泊で823バーツでした。なので日本円で3400円くらいですね。奈良駅すぐの立地、それもほとんど歩きません。それで3000円から3500円クラスでね、普通に個室バストイレ付きで泊まれるところは他になかなかないと思いますね。眺望はシティビューの部屋、部屋の広さは20平米ありました。部屋の真ん中にはねダブルベッドが鎮座しております。シンプルでちょっと古さは感じますけど、なかなかこのクラスの値段の宿にしては綺麗な部屋だと思いませんか。この大都会のど真ん中でですよ。コンセントはねこの部屋の隅っこでした。なので延長コードは持参必須になりますね。テーブルの上には無料の水が2本ありました。そしてネスカフェのインスタントコーヒーが2セットです。でこの空っぽのこのサイズの冷蔵庫ですね。水2本はもうすぐにねすでに中へ入れました。アメニティはこのタオルのみ。歯ブラシとかはなかったですね。まあこの安い宿ですからこんなもんでしょう。そして水回りですね。やっぱこういうところが古さをよく感じます。ただかなり広々とはしております。まあこの位置にねシャワーですから浴びると、トイレが水浸しになるタイプですけどね。このクローゼットの中に、金庫が設置されておりますね。ちっちゃいですけど。そして古いタイプのホテルなんで鍵もカードキーではなかったですね。日本人御用達のホテルなのか注意書きに日本語もありました。でこのキーを別のもので代用してね差しっぱなしにすると
500バーツの罰金がかかります。あと禁煙部屋なのでね、タバコも NG、 そしてタイマーももちろん NG、こちらは罰金2000バーツになります。もうヘトヘトやったんでね、部屋に入ってすぐにもう寝入ってました。起きるとすでに暗くなってましたね。ご覧の7駅前風景です。3階でした。これティッシュボックス、こんなポケットティッシュ入れて代用してるって、まあタイらしいですけどね。廊下はこんな雰囲気です。まあ各部屋ね以外には何の設備もないホテルですね。こちらにも日本語ありますね。チェックアウト12時、また18時までのレイトアウトはね半日料金でさせてもらえるみたいです。もう夜はねかなりしんどかったんでね、麻生区まで BTS で移動してね、フードコートで晩飯食って帝名へ行きました。ご覧のようなね、ネオンでエロさ満載のお店がね、この近くはいっぱいあります。7駅のホームからも撮ってみました。3時間ほどの外出で部屋に戻ってきました。自身のね、もう席とさすがスクンビット通りの騒音で、夜中何度も目が覚めました。まあ寝るだけって考えてる方おられましたら、もうそういうものと気にされるなら避けた方がええホテルです。隣はね何かしら建築中のねでっかい建物がありました。何ができるんでしょうねこれ。でこの工事の音もね朝8時からかなりしておりましたね。とにかくね7駅を中心にした夜遊びをしたい、ただホテル代はできるだけ安く済ませたいで、男性初心には最適のホテルだと思います。帝名からね女の子と一緒に帰ってくるにも OK ですね。